さあこれより第2クォーターに入ります。攻守方向入れ替わりまして、今度は三重画面向かって左から右にして攻める形になります。そして先ほどのランプレーにより攻撃権更新になりました。三重ファイヤーバードファーストアウトになります。ゴール前の残り距離9ヤードの時点でファーストアウトゴール獲得していました。三重ファイヤーバード敵陣8ヤード付近よりファーストダウン2ゴール。ボールを相手陣8ヤードに訂正させていただきます。この8ヤード果たしてどのようにされるか、そしてトレサーズしのぐことができるか、この状況を楽しみましょう。さあまずはパスプレーを投じました。クォーターバック9番、ターゲット80番へのホットパスでしたが、これはディフェンスのカバーのあってかパスタイミング合わず、パス不成功に終わっております。ダウン進みまして2回目の攻撃、セカンドダウンに変わります。三重ファイヤーバード相手陣8ヤードからセカンドダウン2ゴール。さあランニングバック16番、ここでハンドオフを託され左の奥にバーンアウト、スピードを乗って突破を図りました。これはトレサーズのディフェンス激しいタックルによって止められましたが、しかし約5ヤードのゲインとなっています。ゲインは6ヤード。三重ファイヤーバード相手陣3ヤードの地点からサードン2ゴール。ここでホイッスル、トライスタート、1回目です。ここで三重ファイヤーバード前半1回目のタイムアウトを使いました。ここで三重ファイヤーバードの間違いです、申し訳ないです。三重ファイヤーバード1回目のタイムアウトです。三重ファイヤーバード前半1回目のタイムアウトを要求。ここで三重は攻撃の作戦タイプとしてタイムアウトを取りました。現時点での試合の展開を推しているのは三重ファイヤーバード、特にランプレーが好調で、それによって陣地を挽回を図り、そしてエンドゾーンを襲っております。この圧力をトライスターズがいかにしてしのぐかという状況に立っています。三重前半1回目のタイムアウトを使いました。プレー再開です。ボールオン相手陣3ヤードの地点から三重サードダウン2ゴール。タイムアウト解けまして三重ファイヤーバードサードダウン、タッチダウンまでは残り3ヤード。中央への大プレー、キャリア27番に託しました。しかしこれはトライスターズのディフェンス踏ん張りまして、攻撃タッチダウンには至っていません。フォースダウンと変わります。トライスターズボールオンはゴール前2ヤードで止まっています。激しいディフェンス、78番ディフェンスライン落合選手のタックルによりゲインを与えません。タックルしましたがトライスターズ78番落合でした。ここでホイッスル、チームタイムアウト、三重ファイヤーバード2回目です。三重ここで前半2回目のタイムアウトを使いました。ここで三重ファイヤーバード、あえて3回のタイムアウトのうちの2回を消費し、このシリーズを何らかの形で得点に結びつける判断としたようです。サンリトルパーシー様、コメントありがとうございます。ファイヤーバード50番山口選手、学習院大学出身のプレイヤーですね。ぜひ注目したいと思います。ポジションはオフェンスライン、ディフェンスラインのプレイヤーです。アメリカンフットボールの最重要ポジション、パワーポイントのポジションでもありますラインマンの攻守両面を務めるという点でも非常にチームにとって重要なプレイヤーだと察します。
浜崎様、同じく50番にご注目ですね。ぜひこちらの方の配信でも注目したいと思います。さあタイムアウトを解けます。三重ファイヤーワードフォースダウン2ゴール残り2ヤード。プレーをします。ギャンブル。2ヤード前進できないと攻守交代です。中央へのプレー。さあこのランプレーの判定を待ちます。タッチダウンではありません。タッチダウンではありません。わずかにエンドゾーンに届いておりませんでした。4回目の攻撃失敗となりました。攻守交代です。ターンオーバー。三重ファイヤーワード、ここでランプレーによってタッチダウンを狙おうとしました。しかしゴール前わずかのところでトライスターズ踏ん張りまして攻撃失敗としました。したがってこれで攻守交代です。攻撃はトライスターズに移ります。ランプレーを試みましたが、ここはトライスターズディフェンスが踏ん張りタッチダウンを落とし、フォースダウンでしたので攻守が入れ替わります。トライスターズ自陣非常に厳しい状況ながら、しかしファーストダウン点よりファーストダウン点。さあ中央のランプレーを展開します。このランプレーによるゲインは1ヤード。しかしエンドゾーン近くですので、この1ヤードは非常に重要です。ゲインは1ヤード。トライスターズセカンドアンナイボールオンは自陣1ヤード。再びランプレーを敢行しました。キャリア29番、しかしたくさんの段階で三重ディフェンス陣が佐藤エンドゾーンの中で倒され、セーフティー。再び自殺戦となりました。これによりまして三重ファイヤーバードに2点が入ります。三重ファイヤーバード4点、トライスターズ0点、そしてセーフティーですのでキックオフはトライスターズからとなります。共にディフェンスの踏ん張りを見せる試合になりましたが、しかし攻撃特にランプレーで押しております三重ファイヤーバードがトライスターズを自陣奥深くに押し込む形になり、セーフティーに追い込んでいます。トライスターズのキックオフで試合が再開します。トライスターズ再びパントスタイルによるキックオフを選択します。ボールオン自陣20ヤードからのキックオフ。せずトライ、三重自陣20ヤード付近からの攻撃とします。このパントキッスタイルによりキックにより、トライスターズ大きく陣地挽回を図る形となりました。攻撃権はホワイトのユニフォーム、しかし再び三重の攻撃となります。三重自陣22ヤード付近からの攻撃となりました。北野さんはディフェンスラインが双方ともに非常に固く踏ん張っているという試合を感じます。サッシーさんコメントありがとうございます。セーフティーがこのような形で攻撃は三重ファイヤーバード自陣22ヤード付近からのキックオフによりファーストダウン10。三重自陣22ヤードからファーストダウン10。ここでホイッスル。リレーオブゲーム。オフェンスの反則です。リレーオブザゲーム、遅延行為の反則です。ただいまの反則は攻撃が三重ファイヤーバードにディレイオブゲームの反則。この時間内にプレーをしなかった場合には5ヤード抜体となります。プレークロックのカウントダウン0になるまでにプレーを始めなかったというプレーの遅延があったという反則です。三重5ヤードのペナルティ、ダウンはそのままファーストダウンのやり直します。ボールオン自陣17ヤードの状況と変わります。ファーストダウン15です。
ここで三重ランプレーを選択します。好調なランニングバック図人の1人25番のプレイヤーにボールを託しました。ゲインは約6ヤード、ファイアーバード中央付近をつきました。しかしここでファールマーカー反則が発生しているようです。しかしここでイエロープラグ反則が発生しています。審判の黄色いファールマーカーが投じられています。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが5枚に相手エリアに侵入しました。ディフェンスオフサイド10番5ヤードバッターして第1弾を繰り返します。三重ファイアーバードこの反則を取りまして守備側トライスターズにオフサイドの反則、前進します。守備側の選手がボールがスナップされた際にボールよりも勢い余って前に出ていたという反則です。三重ファイアーバードは5ヤード前進してファーストダウンをやり直します。最初の攻撃地点から1回目の攻撃に入ります。フルバックのダイブプレー中央突破を図ります。託されましたキャリア27番約ミエファイアバードランニングバック27番三本杉亮太選手の中央プレー。キャリア27番は三本杉、ゲインは2ヤード、東北大学出身。ミエファイアバードセカンドダウン、ミエセカンドダウン8、ボールオンは時点24ヤード。パスインコンプリート、パスは失敗です。パス不成功。ここでクォーターバック9番ダウンが1つ進み、ボールは前のダウンの1点戻ります。パスをカットされパス不成功です。サードダウンに変えます。ミエファイアバードサードダウン、ファーストダウン獲得までは残り8ヤード。サードダウン8、見せかけたランプレー、あえてパスに見せかけランプレーによる突破を図りました。ファイアバードランニングバック25番鈴木翔選手の中央プレー、しかしこれはゲイン止められフォースダウンに変わります。ゲインは3ヤード。キャリア25番は鈴木、富山大学出身のプレイヤーでした。しかしファーストダウンにはファイアバードフォースダウン、見えフォースダウン5、バントフォーメーションを選択します。キックによる陣地挽回を図る選択としました。このバントはハーフウェイ付近でボールデッド、この位置での攻守交代となります。ここで攻守交代、三重ファイアーバードフォースダウンの攻撃はパントにより攻撃権を放棄。このパントされたボール、トライスターズリターナー2番大畑圭吾選手約5ヤードほどリターンしています。攻撃権はオレンジのユニフォームトライスターズ、イリー型タッチの時点でトライスターズファースター、ここでペナルティがありました。イリーガルタッチ、不正な接触がありました。敵陣48、敵陣48ヤード付近よりファーストダウン10、トライスターズ敵陣48ヤード地点からのファーストダウン10。ここでモーションで走り込んできた選手にボールを渡し、右横向きのランプレーを展開しました。展開しようとしました。しかしこれはディフェンス陣が集まりよく約3ヤードロスとなっています。左サイドから右サイドへリバースプレーを試みましたが、ここは三重ファイアーバードディフェンスの集まりが早く2ヤードほどロス、後ろに下げられています。関西学院大学出身のプレイヤーです。トライスターズセカンドダウン、トライスターズ自陣49ヤードからセカンドダウン13。中央アジアランプレー、し
かしこれも三重ディフェンスの集まり力をつきましたが、三重ファイヤーバード32番久保明弘選手がタックル、原因を与えません。見事タックル決めましたが、三重ファイヤーバード32番の久保、トライスターズサードダウン、ここでホイッスル、ウォーターブレイクを行います。ここでウォーターブレイクが入ります。両チームの選手は水分補給をお願いします。ただいまフィールド内は審判団によりますレフリータイムアウト中です。ウォータータイムアウトです。双方ともディフェンスの素晴らしさが光る試合になっています。現時点ではランプレーが出ておりました。三重ファイヤーバードにセーフティーの分の得点が入っておりますが、しかしそのランプレーもトライスターズ対策ができ始めているのか、徐々にそのランの効能が薄れてきています。この両チームの均衡をどちらが果たして先に破るのか注目しましょう。さあウォーターブレイク解けました。試合再開です。レフリータイムアウトが解けまして、トライスターズ自陣49ヤードからサードダウン10ヤード状況に挑みます。ファーストダウン獲得までは残り12ヤード。10番ミドルゾーンへのパス、これを取りました。ワイドレシーバー2番キャッチアンドランで大きくゲイン、ファースター、ワイドレシーバー2番パスを取りました。コーナーバック10番は浅野、大阪体育大学出勤出身、取りました。ワイドレシーバー2番は大畑、大阪産業大学出身のプレイヤーです。トライスターズ14ヤード付近、敵陣14ヤード付近、14ヤード付近に攻めにファーストアウト、パス成功、パス成功、ターゲット86番、88番にパスを落ちまして、88番松本光一選手へのパスが成功、取りました。ワイドレシーバー88番松本、立命館大学出身、トライスターズ相手陣7ヤードの地点からのセカンドダウン2、エンドゾーンまで残り2ヤード、残り7ヤード、攻撃権更新には残り2ヤード。ここでランプレー。トライスターズランニングバック21番木田真選手、中央プレー。さあファーストダウンを取ったでしょうか。さあその判定を待ちます。攻撃権更新、ファーストダウン。トライスターズ攻撃権更新し1回目の攻撃に戻しました。トライスターズキャリア21番は新たな攻撃権4回を受けました。プレイヤーです。さあトライスターズ、そしてトライスターズ相手陣4ヤードの地点に攻めてのファーストダウン2ゴール、タッチダウンまで残り3ヤード、これは見えナイスディフェンス。トライスターズ中央プレー、ここで一気に中央ランプレーより突破を図ろうとしましたが、ここで三重ディフェンス陣が原因を与えません。約2ヤードロストしました。2ヤードほどロスト、後ろに下げています。三重ディフェンスライン陣ここで素晴らしい動きを見せています。ボールオンは6ヤードの地点にボールがあります。トライスターズセカンドダウン、トライスターズ8ダウンまで残り6ヤード、ダウンはセカンドダウン、
コーナーバック10番、ここでエンドゾーンへのパス。ドラフト11番ワイドレシーバー伊藤翔平選手へのタッチワンパスが決まりました。6点獲得。パスを投じました。クォーターバック10番は浅野、取りました。ワイドレシーバー11番は伊藤。今反則です。反則が発生してます。ここで反則が発生します。トライ、トライ、もとい、トライスターズ、ここでトライスターズに反則がありました。交代違反、トライフォーでフィールドの中に12人いました。ただいまの反則は、アメリカンフットボールはフィールドの中は11人以下でなければいけません。交代違反の反則、従ってトライフォーポイントのポジションは5ヤードばったり刺されます。プレーをしますが、12人人がいたという反則です。5ヤードもペナルティー、5ヤード下がりまして、しかしタッチダウンの後のワンプレー、トライフォーポイントは行われます。トライサーズトライフォーポイント、キックによる1点を狙います。キッカーを務めますのは13番の 中塚。キック成功、1点追加。トライサーズ7点、三重ファイヤーバード4点、逆転です。トライサーズキッカー13番中塚智弘選手のキックが決まり、先ほどのタッチダウンと合わせまして合計7点を獲得。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストラインに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点となります。さらにタッチダウンの後にはもうワンプレーのボーナスプレーがあり、ここでキックを決めると3分の1の1点、エンドゾーンに持ち込むと2点となります。この結果得点は2点、3点、6点、7点、8点の形となり、2の倍数、3の倍数、7の倍数の足し算となって引き分けが起こりにくい得点構造になっています。この配信は X3 ウエスト13チームの合同企画によって実現しています。この企画に賛同いただいた方のお名前が今画面上に表記されています。ぜひ皆様もご賛同ご協力の方をお願いしたいと思います。そして試合は先ほど得点を挙げたトライスターズのキックオフで試合再開です。ラグビーと違い、得点を挙げた側がキックオフをして試合を再開します。さあ三重ファイアバード、これをリターンします。三重陣30ヤード付近を越えたところでボールデッド。この位置からの三重ファイアーバード反撃の地点となります。ただいま得点を挙げましたトライスターズのキックオフで試合再開。このキックオフボールを三重ファイアーバードリターナー81番ルフ・シンゲン選手、約20ヤードのリターン。攻撃権はホワイトのユニフォーム三重ファイアーバード、自陣30ヤード付近よりファーストダウン点。反撃になりますでしょうか。自陣30ヤード付近からのファーストダウン点。試合時間前半残り2分19秒となっています。ここでフルバックのダイブプレー、まず確実に短い距離を取りに行きました。ランニングバック27番キャリアは27番、ゲインは約2ヤード。27番は3本杉、東北大学の出身のプレイヤーです。集まりが早く、あまりゲインを与えません。さあ前半残り時間2分を切りました。三重セカンドダウン8の状況でどのようなプレーを持ってくるでしょうか。三重バイアワードセカンドダウン8、ボールオンは自陣22ヤード、エンドゾーンまでは78ヤード。パス成功。ここでボールファンブ。さあどちらが取れましたでしょうか。判定を待ちましょう。ボールを押さえたのはトライサーズ、従ってターンオーバー、攻守交代です。攻守交代。三重ここでパスプレーを決めましたが、その際にレシーバーのボールをファンブル。ファンブルをしたボールはどちらが押さえても変わりません。そして押さえたのはトライサーズ。この時点で攻撃権が変わります。トライサーズファーストダウン獲得しました。選手が押さえても構いません。守備側の選手が押さえますと攻守交代となります。先ほどのプレー、
三重ファイヤーバードの攻撃、ボールをファンブル、抑えたのは守備側トライスターズ。従いまして攻撃権はトライスターズに移ります。トライスターズ自陣47ヤード、前半戦終了の残り1分28秒。このチャンス果たして生かすことができるでしょうか。ボールファンブル。そして抑えたのは三重、ターンオーバーで少し交代。攻撃権は三重ファイヤーバードに移ります。ここにトライスターズクォーターバック浅野、一気にロングパスによりタッチダウンを狙おうとしました。しかしこの時にプレッシャーからボールをファンブル、お転がりました。ボールを抑えたのは三重ファイヤーバード55番、したがって少し交代です。ターンオーバー、50ヤード付近よりファーストダウン。抑えましたのは三重ファイヤーバード55番の大江、三重大学出身の選手です。再び攻撃権を得ることができました三重ファイヤーバード。ハーフウェイ付近からファーストダウン10、ボールオンは失礼しました。試合時間前半残り1分19秒。さあまずはダイブプレーから入ります。キャリア27番3本付け、ダイブプレーで約2ヤード獲得しています。3本付け両田選手中央プレー、ゲームは2ヤード。ボールを持った選手が中で倒れた場合には時計は回り続けます。したがって時計進みまして、まもなく残り時間前半1分を切ります。三重ファイヤーバードセカンドダウン、前半終了まで1分を切りました。三重相手陣48ヤードからセカンドダウン8。ここでクォーターバック9番、2ダウンフェイクか、そこから9フィールドの方を返しました。約7ヤードのゲインをうまく測っています。見事なランを決めましたのは三重ファイヤーバード9番、1個。北海道工業大学出身。ゲインは7ヤード。しかし時計は進みます。ファイヤーバード前半残り時間20秒を切りました。残り1ヤード。まもなく10秒を切ります。このプレー、しかしボールをファンブルしました。なんとか抑えてはおりますが、ここで試合時間前半がなくなりました。前半終了です。前半終了です。ここで前半戦の終了です。NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ 2022X1 前半戦終わりまして、トライスターズ7点、三重ファイヤーバード4点、トライスターズリードの状態で後半戦に移ります。前半戦を終了しまして7対4でトライスターズがリードしています。ハーフタイムは10分間です。